漢方納得相談のコーナーです。このコーナーでは漢方薬について詳しくお伝えしていきます。紹介してくれるのは一心堂薬局の荻秀幸さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて荻先生、はい、今日はどんなテーマでしょうか。はい、今日はですね、先週からお伝えしてます、秋から冬にかけて増える疾患、その2ということでですね、話させていただきたいと思うんですね。これ先週も教えていただいたんですけれども、これ振り返りとして、どういった疾患が多くなるんでしたっけ。はい、了解しました、はい、じゃあちょっとですねこちらをご覧いただきたいと思うんですが、はい、先週もお話ししましたように膝痛、リュウマチ、あと腰痛、冷え症、痔、あとアトピー性皮膚炎、座骨神経痛、高血圧症、あと、狭心症、肌荒れ、こういうような疾患がですね、これからの、冬に向けてですね、多くなる、漢方相談も多くなるということで先週もお話しさせていただきました。そうですよね、はい、いろいろ増えるんですね。そうなんです、寒さはいかんということですね。はい、そうですね。で先生今日は、はい、でこの中からですね今日はこの高血圧症と座骨神経痛についてですねお話したいと思うんですね。はい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 、今画面にも映ってますようにですね、高血圧、これはどういうふうなものかと言いますとですね、安静状態でのこの血圧がこう慢性的にこう正常値にも高い状態、これが高血圧症なんですね。これちなみに高血圧の、いわゆる基準という数値ってどれくらいですか。はい、上がですね140を超えるもの、下の血圧は90を超えるもの、これを高血圧症というふうに定義しているわけですね。はいはい、であともう一つのですね座骨神経痛なんですけども、座骨神経痛の方はこのお尻からですね足の後ろにかけての痛み、しびれ、麻痺、こういうふうな症状を、言うわけなんですね。なるほど、はい、痛みはなんとなくわけで高血圧になるとちーと分かりづらいよね。確かにそうですね、だから夏と冬になったら上がるって言われてもな、だからずっと毎日測ってるわけじゃないから。そうですよね、どうして寒くなるとこういった疾患増えるんでしょうか。はい、やはりこの時期ですね季節の変わり目でございますんで、やっぱり体の基本的なそのバランスであります、自律神経、ホルモン、代謝、ここら辺のバランスがアンバランスになって、これが影響の一つなんですね。であともう一つはやはりその気温が下がってくるじゃないですか、急に、はいはいはい、ですからやはりその血流が悪くなってということで、この2つがですね原因してくるわけですね。なるほど、はい、いろいろなことが起こりうる寒くなる時期ってことなんですね。そうですね、はい、では高血圧で悩んでいる方の症例と改善例紹介していただきます。はい、了解しました。まずこちらの方はですね約20年ぐらい前からですね高血圧症でお悩みの方の症例なんですね。長いですね。はい、そうなんです。で病院の方のですねお薬を飲む前がですね、先ほど竹本さんの方に数字の分はお話しいただきましたけども、この方上の血圧が165、下が100前後と非常に高かったんですね。それで薬を飲み始めたんです。なるほど。でそれでもですね上の血圧が140を下らずに、で下の血圧は90代でということで、漢方薬を併用しようということでご相談いただいたんですね。なるほど。でこの方の自覚症状をお話しますとですね、まず受重感、で頭がですね締め付けられるような感覚、あと肩こりで時々こう顔がのぼせる症状、であと耳鳴りなんですね、キーンという金属音、ジージーというセミの鳴くような音、これがもう常にするんでイライラすると。はい、そうでしょうね。で病院の方からですね、血圧のお薬とビタミン剤でご自分でウコンのサプリメントを、服用しているという方の症例なんです。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはですね超糖酸というお薬を服用していただいたんですね。これはですね動脈硬化性の、高血圧症の方によく使われるお薬で、先ほどのフィリップにもありましたその頭が締め付けられるとか、そういうふうな自覚症状をお持ちの方によく使われる処方なんですね。なるほど。どういった改善をされたんでしょうか。はい、1ヶ月半経った時点でのコメントがですね頭の締め付け感が少し改善されたと、で3ヶ月経過した時点ではですね血圧もですねこの上の血圧これが140まで下がってのぼせ感がなくなってきたと、で5ヶ月経過した時点ではですね耳鳴りがこう小さくなった感じがすると、で、血圧の方もですね上が135下が85前後で落ち着いていますと、で9ヶ月経った時点ではですね頭痛頭の締め付け感これが全くなくなったんですね。はい、で13ヶ月経過した時点ではですね、特に問題がなくですね体調は良好ですという方の症例なんです。なるほど。はい、ではもう一つ症例と改善例紹介していただきます。はい、
こちらの方はですね、4年前からこの座骨神経痛でお悩みの方の、症例なんですね。はい。でこの方の、まあ、自覚症状を追っていきますとですね、まず腰からかかとにかけて痛むと、うん、で冷えるとですね痛みが強くなるんですね、うんうんうん、で立っている時の方がですね辛くてですね、座っている時の方が辛くてですね、うんうん、立っている時の方が楽なんです、はい、ですから立もう辛い時はもうずっと立ちっぱなしと、それも辛いですね。そうなんですね、うんうんうん、で膝から下のしびれ感が強くてですね、うん、まあ、長時間歩くと痛みが出て辛いと、あと併発しているのが糖尿病のお話もあった方なんですね、はい、であと病院の方からは痛み止めの座薬、うん、あと糖尿病の内服薬をいただいているというようなことをお話しいただいた方の症例なんです。なるほど。おすすめの漢方は何でしょうか。はい、こちらの方にはこの五尺散というですねお薬を。五尺散、これは、はい、これはですね血の流れを良くしながら痛みを抑えていく、しびれを抑えていくというお薬なんですね。はい、座骨神経痛の方によく使う処方の一つなんです。なるほど、はい、どういった改善をされたんでしょうか。はい、まず1ヶ月経った時点でのコメントがですね、足先の冷えとこの腰の冷え、これが少し改善されてきたって言うんですね、うんうん、で2ヶ月半経った時点ではですね、膝から下のそのしびれ感が良くなってきたということと、うん、あと座薬の使用回数も減ってきたんですということだったんです、うん、で3ヶ月経過した時点では冷えるとこのお尻の部分にまあ、しびれと軽い鈍痛がまた出てきたということで、まあ、ぶり返しちゃったという、はい、で5ヶ月経った時点ではですね、痛みやしびれもこう良くなって、長時間歩いてもですね、特にその症状が悪化することもなくなったと。でこの4ヶ月目から5ヶ月目までのこの1ヶ月間、うんうんうん、座薬をですね使用していなかったということで、はい、非常に喜ばれたんです。なるほど、なるほど、はい、で8ヶ月経過した時点ではですね、うん、まあ、老人会の旅行にも出かけてですね、うんうんうん、まあ、散策したけども、うん、腰も足も痛むことはなかったんですという方の症例なんですね。なるほど、はい、いやこれ先生ね、はい、これからますます寒くなるじゃないですか、はい、でまあ、手軽にできるなんかこう予防法とか対策とかいうのってあるんですかね。そうですね、簡単にと言いますとですね、これからの季節で足湯がいいと思うんですね。足湯、はい、で要は膝下から足を温めることによってですね、うんうんうん、まあ、自律神経のバランスなんかも調整することができますし、またやはり冷えてくるこの時期ですから、やはり血液の流れを循環を良くするという分の中では、うんうんうん、手軽にって言うんでしたら足湯なんか非常におすすめだと思うんですね。足湯、はい、もう今日から実践できますね。できますね、すぐに、うん、はい、やってみましょう。ぜひお試しください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。なお今回紹介した漢方薬は体質や症状に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。では維新堂薬局からのお知らせです。維新堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。維新堂薬局は漢方専門の相談薬局として一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。また維新堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。維新堂薬局は全部で7店舗あります。大宮店は氷川神社入口交差点前、そごう大宮店は大宮駅西口そごう大宮2階の化粧品エリア内です。浦和店は浦和駅西口埼玉会館そば県庁前東交差点です。川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横、所沢店は所沢駅西口埼玉りそな銀行所沢支店向かいです。新宿店は新宿高島屋正面入り口前、立川店は立川駅北口立川通り高松郵便局手前となっています。さらに現在自宅で受けられるオンライン相談も行っています。詳しくは維新堂薬局で検索お願いします。そしてコーナーの最後には維新堂おすすめ商品紹介していただきます、はい、さあ今週何でしょう、はいはい、今週はですねこちらのですね純粋生姜松をですねご紹介させていただきたいと思うんです。はい、はい、まあ、このような粉になってまして、これからの時期でしたら蜂蜜湯にですね、まあ、こんな感じですね混ぜていただいて、うん、はい、飲んでいただくと体がポカポカしてですね、まあ、非常にこう、まあ、冷え性の方なんかよろしいかと思いまして、いいですね、はい、これ僕もずっと使ってますけどね、はいはい、通常の生姜に比べて
結構カツンときますよ。やっぱりちゃんとその薬用の生姜っていうんですか、はい、そうですね、はい、なんか違うんですよ、はい、その効き方が。じゃあこの純粋生姜松と足湯で寒さ乗り越えられそうですね。足湯しながら生姜松、それはもうバッチリですね。はい、ぜひお試しください。この時間は一心堂薬局の荻秀幸さんにお話伺いました。ありがとうございました。